村長ミュージックスタジオ、はい、皆さんこんにちは。久しぶりのサウンドコーダー、ですね、だんだん暖かくなってきて、ちょうどいい季節ですけれども、まあ、またまたこれから暑い暑いって言わないといけないですが、村長の DTM もどんどん暑くなっています。ですね、今日紹介するのはガルフォスっていう、イコライザーなんですけれども、しばらく前に、これを入れようか、もう一つの人工知能のスマート EQ っていうのを入れようか随分迷って、その時はですね、スマート EQ が自分ででもいろんな音作りができるということで、このガルフォスはどちらかというと人工知能が優先してやるということだったんですが、少しちょっとこの最新のですね、機能、今まではイコライザーと言いましたらこうどの周波数を上げてとかするんですが、そうじゃなくって全て人工知能任せなんですね。でも瞬間瞬間1秒間に100回ぐらいの音作りをコンピューターが自動でやってくれるということで、先日からさせていただいたレコーディングキャンペーンの森さんの少し音を使って、解説してみたいと思います。じゃあ、何もかけてない状態で、シャララ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 、このままどこか遠く連れてってくれないか、君は君こそは日曜日よりの使者、例えば世界中が土砂降りの雨だろうと、ゲラゲラ笑える日曜日よりの使者、シャラララシャラララ ラ, シャ ラ, ラ, ラシャラララララシャラララシャラララララシャララ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 ラ。昨日の夜に飲んだブライトを上げていきます。今度は下げます。雲場を切り抜けて誰一人傷つけない、日曜日よりの使者、流れ星がたどり着いたのは悲しみが。今度は低音を強調します。西の、そして東が昇ってくるものを迎えに行くんだろう、日曜日よりの使者。今度は高音よりを強調します。このままどこか遠く連れてってくれないか、君は君こそは日曜日よりの使者、例えばこの街が僕を星があっても今すぐ出かけよう、日曜日よりの使者、流れ星がたどり着いたのは悲しみが沈む西の空、そし
して東から戻ってくるものを迎えに行くんだろう。バイパスします。日曜日よりの死者シャラララ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 、入れます。シャラララシャラララララシャララ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 ラ。どうでしたでしょうか。ですね、今まではイコライダーで高音を上げるとか言うとですね、どん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 こう耳につくというか、ちょっと耳が痛いというか、低音を今度は上げたいなと思って上げていくと、なんとなくもっさりともっこりとしてくるわけなんですけれども、それを1秒間に100回以上のタイミングでですね、イコライダーを見ながら、調整、してくれるという人工知能が入ってまして、でそれを見ながら音を作っていくということですね。今までのように、周波数の何キロをどう上げるとかじゃなくって、もうすべてそこらもコンピューターが瞬時瞬時に計算をしてくれるという素晴らしいイコライダーです。今までこれをやろうとするとですね、どちらかを上げるとどちらかが立たずという、そういうふうになります。それはですね、一曲全部として低音を上げるとか中域を下げるとか、そういうふうにするからそうなってしまうわけですけれども、このソフトは、それを瞬間に判断して、最適なイコライザーを作ってくれると、雰囲気だけを自分はコントロールをする、センスさえあれば、いい音作りができるということです。それにしてもどちらも基本的は、耳ですね、いい耳で、しっかり聞きながら音を作っていくというのが大事になると思います。ということで、今日は、ガルフォスというイコライザーをご紹介しました。村長でした。